はい、こんにちは、ほどしみなこです、100日でまともになるダメ女の Vlog 残り5日間となりました。で、あ、残り 7日間から自分がカウントダウン始めてるんですけど、 7日前のタイミングが横浜のクリスマスのイルミネーションで、昨日はなんだっけ、あれですね、あのダイエットスープをやってまして、今日は実は片付けをしているんですけども、家が汚すぎて映せないので、あの話だけということで更新をさせていただきます。ちょっとですね、こう見ての通りなんですけども、今畳んでいます。あの服とかですね、畳むのがやっぱ遅いんですね。なんかの時にやったんですけども、服を畳んだりとか、あの当たり前の片付けなんですけど、できないとどんどん家が荒れていくので、そういうところからちょっと今日はやっています。ちょっとですね、あのやってる途中を家庭とかも映そうかなと思ったんですけど、なんか本当にそんな予断を許さない限りくらいに家が汚いので、ちょっと今日はこれヒートテックパンツですね、あのいろいろあの基本の家事をやっています。それでは残りあと4日ですが、明日は藤沢のサウンドマーケットに行きたいと思います。なんかあの多分何も進まないと、何も進まないというか、まあ、ライブをやると思うんですけれども、クリスマスまででカウントダウンに入りましたので頑張っていきたいと思います。ではでは。